事件の起きた魚鶴島近辺晴天白日記、中国のジャンク船第三世特丸襲撃事件とは、尖閣諸島海域で創業中の第三世特丸が、晴天白日記を掲げる二隻のジャンク船に襲撃され、二名が射殺され三名が行方不明になった事件。1955年3月2日午後2時頃、尖閣諸島の魚鶴島製法。 約二海里の地点で創業中の大三成徳丸に、聖天白日記を掲げた二隻のジャンク船が救助を求めたため、栄光しようと説言したところ、兵隊のような格好をした者二名が、大三成徳丸に飛び移るや、稲や、船長と船員合わせて二名を射殺した。残りの船員七名は海に飛び込み、二海里離れた、魚釣島まで泳いで、 逃げようとしたが3名しかたどり着けず、4名は行方不明となった。魚釣島にたどり着いた3人は、島の裏側で創業していた第一キヨノリ丸に、連絡した後石垣島に難を逃れた。第22回国会衆議院外務委員会において、第三世徳丸事件に関する最策金光、外務委員の質問に対し、中川外務省アジア局長は次のように、 回答している。第三世徳丸の件につきましては、実は3月5日に琉球の立法院が決議して、日本政府にもその決議を送るという趣旨のことになっておるようですが、我々の手元にそれがつきましたのは、ごく最近でございます。約1週間前に南方連絡事務局を通じまして、我々の手に入りました。事件の内容は、ただいまお読みになりましたように、 琉球の一番南の方の台湾に近い島、非常に小さな島のようでありますが、その島の領海内で聖天白日記を掲げた小さな軍艦のようでありますが、武災した船によって、はじめはその船が難破しておるということで、こちらの船が救助に行ったところが、向こうから入り込んできて、それが帰って鉄砲その他を持って二人が射殺され四人が拉致されてしまった。 確か船も連れて行かれたのじゃないかと思いますが、どこかへ行ってしまった、こういう危機快快な事件でございます。当時その害を受けました人たちが早速これを訴えまして、米軍当局もこれは必ず調査するからという約束をしてくれたのだけれども、その後一向調査が進まぬというようなことから、今の決議のようなことになったようでございます。したがって、これにつきましては、 ただいまご指摘のように、琉球住民が日本国民であるというようなことに鑑みまして、早速事件の概要を米国大使館に知らせまして、さらに調査前書方を要望いたしております。第一次的には、アメリカ当局がこの琉球住民の保護に当たるべきでありますので、アメリカ当局に対して日本側の関心を伝えまして、これが、 さらに徹底的な調査を要望しておいたのでございます。結果につきましては、まだ、何ら報告に接しておりません。中川、第22回国会衆議院外務委員会第37号、昭和30年7月26日。ありがとうございます。